回収だから、あれ抜けたらもうアウト。あれ、もう一発ですよね。横さんに言ったしか、仕事だったんで。帰ってこないんだけど、それを逃すと、帰ってこれないことないんだけども、まあ、日付が変わるぐらいなんで。西若松11時56分会津若松11時57分終点の北方には12時21分終点北方12時21分の到着予定でございます。 JR 磐越西線普通列車の大江戸駅をご利用の皆様は途中の会津若松にてお乗り換えでございます。この列車の車内は終日禁煙となっております。また携帯電話をご利用のお客様はマナーモードに設定の上、周りのお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。お手洗いは各車両の後方にございます。次は佐島高校前に停車いたします。なお列車先ほどの会津佐島駅を約7分遅れて発車をしております。列車遅れて運転しておりますことをお詫び申し上げます。ご乗車ありがとうございました。まもなく田島高校前に到着いたします。降り口は右側です。お降りのお客様はドア横パテルのボタンを押してお降りください。田島高校前を出ますと次は会津長野に停車いたします。まもなく田島高校前に停車いたします。降り口右側です。ご利用くださいませ。ちょっと待ってください。
会津などに到着します。降り口は左側です。降りの際ドア横開けるのボタンを押してお降りください。
上がってたの。降り口は左側です。お降りのお客様はドア横、開けるのボタンを押してお降りください。ふるさと公園到着です。降り口左側です。何をするの？なお、この列車、会津下郷を出ますと、次は矢後島に停車いたします。まもなく会津下郷に到着いたします。降り口は右側です。団体からだよ。いや、でも。
今のヨトロよく知らないヨトロは4時じゃなかったこの列車は快速列車北方行きの列車です。次は矢後島に停車いたします。降り口は左側です。お降りの客様はドア横、アテルのボタンを押してお降りください。矢後島を出ますと、次は東別水に止まります。矢後島到着です。降り口左側です。次は東別釣りに止まります。
り、東名線に到着いたします。降り口は右側です。ホームカーブのため、列車とホームの間に隙間、段差がございます。お降りの際は足元にご注意ください。東名線は無人駅です。お降りの際、切符は乗務員までお渡しください。まもなく東名線に到着いたします。降り口は右側です。お降りの客様はドア横、開けるのボタンを押してお降りください。なお、次の東名線より、団体のお客様はご乗車予定でございます。東名線より先、引き続きご乗車のお客様、大変恐れ入りますが、相席でのご乗車にご協力をお願いいたします。列車、まもなく東名線に到着いたします。降り口は右側です。なお、東名線は、右側のドアすべて自動で開きます。ドア付近のお客様、ご注意くださいませ。東名線では右側のドアすべて自動で開きます。ドア付近のお客様、ご注意くださいませ。じゃあ、どこか。